BNS の手塚と申します。よろしくお願いします。それでは、ご覧させていただきます。本日ご紹介する内容は、このようになっています。まず、インピーダンスの定義と BIS の特徴について述べた後、インピーダンスの考え方について、簡単にご紹介します。続いて、BIS に関する基本事項の説明の後、BIS 測定に必要な装置及びソフトウェアをご紹介をいたします。さらに、改善人特報、BIS 測定と、の事項についてご紹介します。最後に、現地の BIS 測定について、重要に事前値、それから、直接メタノールの要件事項で簡単にご紹介したいと思います。まず、インピーダンスとは、交流回路中を流れる交流電圧の実行値、すなわち最大振幅のルート2分の1と、対応する交流電流の実行値の比、と、定義される概念であり、電気化学インピーダンス分光法 BIS とは、電気化学測定計に交流信号の周波数を、徐々に変えながらこれを入力し、その出力信号との比、インピーダンスを、繰り返し求めることで、系内の電極溶媒の電気的特性を表現する方法のことを言います。そして BIS の特徴としては、測定中、測定系の状態変化が小さく、ほぼ非破壊されながら、その電気的特性を反応のことに分離可能ということが挙げられます。また今日、BIS は様々な分野で使用されていますが、主な適用分野としては、電池などのエネルギー変換デバイスの解析、食における電気化学反応の解析が挙げられます。次に、インピーダンスの総平面表示について、ご説明します。それにはまず、交流電圧などの交流信号を考えます。交流信号の状態は、振動グラフ、このような振動グラフの一点として表すとき、その取り扱いがやや面倒となりますが、この単振動の最大振幅を長さとする動径ベクトルをこのように反時計方向に等速回転、等速円運動ということで、単振動の大きさと位相を独立したパラメータ、ベクトルの大きさと回転角によって記述することができます。これを回転ベクトルと呼んでいます。さらにこの回転ベクトルは横軸を実数、縦軸を曲線にとる総平面上に表すこともできます。これにより交流信号は総ベクトルとして記述することが可能となります。このように、交流電圧と交流電流はそれぞれ素数表記することができますので、その比であるインピーダンスも総ベクトルとして表記することが可能となります。インピーダンス分光法では、周波数を高い方から低い方へと変えながら測定し、総平面上にそのベクトル値を、このように、プロットしていきます。このようなプロットのことをナイキストプロット、またはポールポールプロットと呼んでいます。またこのナイキストプロットでは、キャパシタの、後述しますキャパシタのリアクタンスを上に向けるために、居軸はこのようにマイナスが上になるように配置されています。また、インピーダンス分光法では、先ほどのナイキストプロットの他に、このようなボードプロットも使用されることがあります。これはインピーダンスの周波数との関係を明らかにしたいときにナイキストプロットよりも効果的です。次に BIS の基本事項についてご説明します。実際のインピーダンス測定結果が解析可能であるためには、測定計が以下の3つの条件を満たしている必要があります。まず1つ目が因果性です。これは応答信号と入力信号に明確な対応関係があることを意味しています。例えばノイズの
影響が小さい状態、これが該当します。そして因果性を満たすためにノイズの影響を小さくするには入力信号の交流振幅をある程度以上の大きさにする必要があります。2つ目は、線形性です。これは入力信号同士で足し合わせたり入力信号を拡大縮小すると応答信号も同様の結果を示すことを意味します。例えば、バトラー・ボルマトシティが、成り立つようなボルトラムグラム、の、範囲、で EIS 測定をした場合、入力信号に、小さな、交流振幅を与えしますと、このような、狭い負荷、での線形性が満たされるため、応答信号は、きれいな、サインだとして現れます。一方入力信号の、交流振幅が大きすぎますと、このように広い負荷で、振幅することになりますので、線形性が損なわれまして応答信号にも、このような歪みが生じます。このように線形性を満たすには入力信号に極力小さい交流振幅が要求されます。そしてこの因果性と線形性より交流振幅には適切な範囲というものが規定されることになります。3つ目は普遍性です。これは測定中に電極状態が時間変化しないことを意味します。よって非定常な経では厳密には普遍性が満たされていることは言えないというふうに言います。このように、測定系が、上記の3条件を満たしているかどうかを確認する、手段としまして、クラマース上に非変化という、方法、がございます。こちらが、クラマース等に非変化、した、ボードプロットの結果になります。因果性、線形性、普遍性が満たされているときは、クラマース等に非変化をしますとインピーダンス絶対値を積分した結果が位相に、その逆位が、相互に一致します。一方、3条件のいずれかが満たされていない場合にはクラマース等に非変化の結果がこのように見られます。そしてこの測定結果についてはこの曲線が一致している周波数領域のみがその後の解析に利用可能であるというふうに判断ができます。次に一般的な交流回路中で使用される回路素子としましては抵抗、キャパシタ、インダクター、などがございますが、これらは、これらのインピーダンスは、こちらに示すような関係式で、素数として表すことができます。EIS では、電気化学的な挙動をこれらの回路素子に置き換え、透過回路を組み立てて解析をしようとします。例えば、電解動抵抗や溶液抵抗、といったものに関しましては、そのまま抵抗に。電気二重層容量は、キャパシタにそれぞれ置き換えられます。そしてこちらが、基本的な回路星のナイキッストプロットになります。周波数変化に応じまして、それぞれこのようなプロット積積を描きます。理想的な抵抗のみ、で構成されている場合には、そのインピダンスは周波数変化によらず実軸上の一点に集約されます。一方、キャパシタのみインダクターのみの場合には、それぞれ、このように、挙軸上に一直線に、プロジェクトされる、形をとります。500オームの抵抗と、キャパシタの直列抵抗の場合には実力上の5オームの試験からこのようにまっすぐにプロットされます。一方、
並列回路の場合には、容量線反応と呼ばれる、このような変更が、上向きに、描かれます。次に、EIS では、一つの電力界面の、透過回路としまして一般に、このようなランドルス回路を、使用します。そしてこちらは、三電極セルの、もうシリーズですけれども、このような三電極系におきましては、EIS 測定の結果は、対極の影響が無視されまして、主に、作用電極界面の様子だけを観察しているところになります。よって、解析はこの一つの、ランドルス回路と照らし合わせて行われます。一方、こちらがランドスカイの内出プロップになりますが、この原点と半円の間の抵抗成分が溶液抵抗、半円の直径が電解強抵抗にそれぞれ相当します。電気二重層容量はこの半円の副大値の周波数からこのような式で求めることができます。ここでランドルス回路のパラメータ変更が行われたときに半円がどのように変わるかを見ていきます。溶液抵抗が、増大しますと、先ほども申しましたように、この半円までの距離が広がります。また電解導抵抗が、増えますと半円の直径がこのように広がります。電気二重層容量が、増える場合、こちらは時系数が増えますので、プロットが全体的に低周波数側に遷移します。これにより、プロットの、周波数が測定時の、周波数範囲の半減を超えるようなことがありますが、そのような場合には容量線半減の集団が現れなくなります。次に、実際の、フェリシアンカカリウム溶液のような全体液の EIS 測定では、こちらにお示ししましたように、半円の、低周波数側に45度の角度を持つ直線が現れます。これはワールドルグインピーダンスというものに、古来より、拡散過程に特有なプロット形状とされています。また、このような、形状が現れる場合は、ランドルス回路には、こちらに、インピダンス、ワールドグインピダンスが、含まれるような形へと変化します。なお、この透過回路の場合、電気二重層容量キャパシタの代わりに、コンスタントフェーズエレメント CPE に使用しています。この CPE は容量線半円が震源よりも立軸方向に、このように、潰れた形状を持つ場合に使用されるループ定数回路としてあり、時系数の異なる、小さなキャパシタの集積である、考えられる、時に、使用されています。そしてこちらが、拡散インピーダンスと、ループ定数回路とし一般的なものの一覧になります。このうち有限拡散インピーダンスと半減拡散インピーダンスについてはこの後ももう一度ご紹介いたします。ここで今回測定に使用しました装置とソフトウェアのご紹介をいたします。まず測定装置としてはこのギャムリ社のインターフェース線を使用しました。こちらはポテンシオスタットガルバノスタット、ゼロ抵抗電流計の3つの、機能が、兼ね備えられた装置で、数台を重ねることで、マルチチャンネル測定も可能です。こちらにインターフェース線の主な、使用を示します。最大電流はプラスマイナス1アンペア、通常時9段階の、電流レンジを示します。EIS の周波数範囲としては、10マイクロヘルツから1メガヘルツまで、
利用可能です。そしてこちらがインターフェース A の EIS の精度と補正度になります。縦軸がインピーダンスの大きさ、横軸が振波数になっております。代表的な見方としましては、1キロオームのサンプルに関しましては、1メガヘルツまで高い精度で測定ができますが、1ミリでオームのサンプルに関しましては、90% 以上の精度で測定したいという場合には、利用可能な周波数上限は1キロヘルツ以下となっております。また、こちらの数字は、測定可能なキャパシタの可能を表しています。次に、測定エアのご紹介をいたします。ジャム2社のソフトウェアは測定用と解析用の2つに分かれておりまして、測定用としては全機種共通でフレームワークという名前のソフトを使用します。これは手法や目的ごとにパッケージ化された測定テクニックからなっておりまして、お客様の用途に応じまして選択する仕組みとなっています。電気化学インピーダンスに関するテクニックはこのうち EIS300 あるいは PWR800 というパッケージの中に含まれております。こちらが EIS300 パッケージの概要となっております。主に、ガルマノスタティック EIS、ポテンショスタティック EIS が、を使用することになりますが、その他にも、このようなテクニック群があります。例えば、半導体のフラットバンド線を測定したい場合は、このモットショットテクニックを使用します。次に、測定結果の解析は、EKM アナリストという解析予測を使用します。こちらは、透過回路のモデリングと、測定データのフィッティングが行います。まずモデリングですが、メニューバーより、モデレーターを選択しますと、このようなウィンドウが現れますので、上部にある回路投資の一覧から必要なものをクリックしますと、中央画面にこのようなアイコンが現れますので、これをドラッグしながら回路を組み上げていきます。回路が組み上がりましたら、一旦補強しまして、フィッティングの方へ使用します。ここで、回転電極を使用しまして、今回は測定とフィッティングの様子をご説明いたします。回転電極法では、電極回転の応じまして、核酸素の厚みが制限されるわけですけども、この核酸素の挙動を表すのに、この透過回路ではこの半無限核酸インピーダンスというものを使用します。こちらの、回路素子は、単独の、ナイキストプロットがこちらになりますけれども、高周波数側に45度の、直線を持つ、このような、歪んだ半円を、しております。そしてこの半円の直径が、拡散抵抗成分、と呼ばれておりまして、これが、拡散素の直流抵抗を意味しております。さらにこれは温度一定ならば核酸素の厚みに比例しております。ここで、フィッティングの方法についてご紹介します。メニューバーより、フィットアモデル、というものを、選択しますと、このようなパラメータ設定画面が現れますので、オートフィットボタン、あるいはカルキュレートボタンを押しますと、こちらのパラメータが再計算されて数値が変わってきます。さらにパラメータを一部固定したり、変更可能範囲を指定したりしながら、
この測定結果に対しまして、フィッティング曲線を合わせていきます。そしてフィッティング後のこのパラメータのうち、こちらの2つのパラメータを使用しますと、このように拡散成功成分の値が求められます。今回は、こちらのような、条件が、回転電極回転を6段階にして、測定しました。高周波数側の、電解硫黄由来の、半円は、この、回転速度に比べてほぼ一定であるのに対して、拡散由来の半円の方は、回転速度が、大きくなるにしたがってだんだん小さくなっていくのが、で分かります。そして、回転加速度の平方根と、この、拡散抵抗性成分との関係を、こんなにプロットして、回転加速度の平方根の逆数とこの拡散抵抗成分との関係をプロットしますと、このように比例関係があることが分かります。そして、この拡散抵抗成分を求めるのに使用しましたパラメータ P、 こちらは実は、拡散の時系数の平方根を表しており、このような式で、拡散係数、この電解液の拡散係数を求めることができます。そして、今回の、この溶液に関しまして、計算しましたところ、このような値が得られました。なお、午前中、対流ボルダーメトリーで、同様に拡散係数を求めておりますが、そちらの結果を、参考に、示しました。最後に、電池の EI 測定についてご紹介します。電池の EI 測定の意義としましては、まず、非電力確保のために内部抵抗が低いことが望ましいということから、性能評価に直結しているということと、電池内の様子を反応ごとに分けて解析できるといったことなどが挙げられます。また、こちらは電池の基本となる効果回路ですけれども、2つの電極に基づく並列回路の間に電解質の溶液抵抗が挟まれたこのような回路を主に使用します。なお、この2つの電極を持つ K のインピダンスに関しましては注意しなければならないことがあり、2つの電極の微定数が、十分差があるときのみ、このように2つの横が明瞭に現れ、時系数がだんだんこのように近接してくると、2つの円弧があたかも1つのようになって、両者の分離が困難になるという点がになります。そして今回、リチウムイオン二次電池の EI 測定を行いました。こちらがこの模式図になります。現在、この電池は、コバルト3リチウムに代わる廉価な電池をはじめとしたさまざまな課題のもとに、研究が行われております。このような、条件のもとで測定した、結果がこちらになります。そしてこのような効果回路を使用しましてフィッティングを行いました。このうち、拡散インピダンスの部分に関しましては、有限拡散インピダンス、これは、一定の厚みを持つ拡散などのケーブルの、拡散インピダンスになりまして、単独ですとこのようなプロセス式を描きますが、リチウムイオン二次電池についてもこれを利用しております。次に、
このような条件で25度、高温の中、4.5 ボルトより順次放電してはいないため、正常状態での EIS 測定を、繰り返し行いました。その結果がこのようになっております。これを見ますと、軽周波数側のこちらの円孔が主に電位の低下に伴って増大していることが分かります。また、正極の海面抵抗が、電位移動性があるということが知られておりますので、この低周波数側の円孔は、おそらく正極の海面を揺らしていると考えられます。ここで、先ほどの正極の海面抵抗、の変化を、見てみたいのですが、全セルの、EI 測定、のみで、これを、追跡するということは実際には非常に困難です。そこで、今回はあえて、この拡散インピーダンス以外の部分が、この極と正極の2つの電極に由来しているとみなしまして、それぞれの極大点と考えられるポイントの情報をもとに、抵抗成分、量量成分を推定しまして、フィッティングを行いました。先ほどの、データに関しまして、このような、解析を行って、低周波数側の、変更の限界度抵抗をプロットしたのがこちらになります。大まかな、プロットで確認したことは言えませんが、一応こちらの方に、抵抗の電位依存性が、割と直線的に、見られます。しかし実際の電極の解析は前線の結果だけではなくて、リチウム金属を、対象電極としながら三電極セルや半セル、対象セルなどを用いた EIS 測定結果と照らし合って、行っていますので、注意が必要です。最後に、直接メタノール燃料電池 GNFC の、ご紹介になります。DMFC は、固体高分子型燃料電池の一種で、燃料局には、水素ガスの代わりに、メタノール水溶液を使用します。空気局の反応は、両者でほぼ統一しています。利点としましては、水素分解や解析などを、必要としないため、通常の、PEFC よりもコンパクト化が良いといったことが挙げられます。一方、課題点としましては、この展開室 の、のメタノールのクロスオーバーや、燃料量触媒の記録が挙げられます。特に燃料局では、反応中間体としまして、一酸化炭素が生成しまして、これが、記録の原因となります。EMFC には、燃料や空気を強制的に供給するアクティブ型と、自然供給のパッシブ型がありますが、今回はパッシブ DMFC の EIS 測定を行いました。そして、バイアス電流をこのように、高めていきながら、このような条件で測定を行いました。DMFC の EIS の結果は、主に、燃料力の海面状態に、大きく移動していると、言われておりました。こちらを見てみますと、バイアス電流の増大とともに、まず、触媒の記録が、起こっていると思われますが、このように円弧の増大が起こります。その後、バイアス電流が高まりますと、酸化も進行しますので、徐々にこの変更が小さくなっていくとともに、こちらの低周波数側には、誘導線半円と呼ばれる下向きの半円が現れています。
こちらに関しましては、一つの、話としましては、不活性な蓄媒が汚染のように作用していることが原因ではないと、言われております。以上がまとめになります。ご清聴ありがとうございました。